やっぽにー、森弟子です。はい、今日ですね、1月27日に許可学習パック発売しますよね。その際に同時発売をする予定の、スペシャルセット、こちらをですね紹介していきたいと思います。まずですね、セブン&アイポケモンセンター限定スペシャルセット、イワンコですね。はい、このセットの特徴はですね、イワンコのプロモカードがついてきます。はい、そして許可拡張パックが2パック入っていると。このイワンコはね、書き下ろしの新しいイラストのイワンコになってますので、ぜひね、このイワンコ大好きな皆さんね、この許可拡張パック買うついでにこのイワンコもねゲットしてみてはどうでしょうか。はい、かわいい、かなりキュート、ね、しかもキラカード、いいね、太っ腹。はい、続きましてこちらがですね、サークル系サンクス、デイリーマサキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン、ポケモンセンター、ポケモンストア一部店舗除くという限定商品のセットですね。はい、こちらも同じく強化拡張パックが2パック入っていて、さらにバックガメスのキラカードがついてきます。はい、こちらもですね、書き下ろしのイラストになっております。はい、HP130 ありますので、まあ、種ポケモンのこのポケモンとしてボルケン EX とかそういったポケモンと一緒に使ってあげると、ダメージアップしますので、まあ使ってあげてみてください。そして、店舗限定じゃないスペシャルセットも3種類ございます。まずね、ガオガエン、はい、こちらはスペシャルセットガオガエン限定品じゃないので、普通に扱ってくれているお店は扱ってくれるっていう感じですかね、単純に。はい、ガオガエン GXスターターセットにありましたけれど、そのガオガエン GX のねデッキにそのねガオガエンも1万円くらい入れておくと便利ですね。なんでかっていうと、まあガオガエン GX が3匹倒されるとサイド2枚ずつ取られて負けちゃうんですよね。でもガオガエン GX ガオガエン GX ガオガエンガオガエン GX っていう風に戦っていくと、2枚取られる2枚取られる、普通のガオガエンで1枚取られる、残りサイド1枚でガオガエン GX が出てくるっていう風にできるんで、1回ねポケモン GX 以外のポケモンも混ぜるといいんですよね。はい、ガオガエンもね1枚ぐらい入れてあげて、ガオガエン GX デッキをね強化するっていう風に使ってあげるといいかもしれません。 DD ラリアットという技で、コインを2回投げてですね、表の数かける100ダメージ出ますんで、まあ、ガオガエン GX 同様結構大きい技使えるんでおすすめです。はい、続いてジュナイパーですね。はい、ジュナイパーも同じくジュナイパー GX のスターターセットにこのねプロモカード1枚入れてあげるといいかもしれませんね。グレイバードが臭いエネルギーとダブル無色エネルギーとかでね技が使えて120ダメージ出せますので、ジュナイパー GX の技よりねダメージが高いという形でうまく使い分けてあげるといいでしょう。はい、相手にまあソナンスがいる場合とかですね、特性後ロックされたジュナイパー GX 厳しいって時にこのジュナイパーグレイバードを使ってあげればソーナンスが倒せます、一撃で。はい、そういう風にね使い分けてあげるといいでしょう。最後アシレーヌ、はい、アシレーヌですね。こちらもアシレーヌ GX デッキに入れてあげるといいと思います。はい、歌方のアリア100ダメージ出せます、しかも HP30 回復しますと。はい、アシレーヌ GX の方がですねダメージがあんまり出ない序盤とかにね、チャームボイスで相手を混乱にしながらダメージを与えたりとか、歌方のアリアを使って回復しながらダメージを与えるっていう風にねしてあげるっていうところができます。はい、っていう感じで本日はこのね5種類を紹介していきました。スペシャルセットを買ってスペシャルな男になりましょう。 See you!